微分積分入門の第8項のパート2です。ここではパート1で勉強しましたテーラーの2階のテーラーの定理の、具体例をいくつか説明します。まず FT イコール1プラス T 分の1ですね。これはもちろん T ノット0ですね。それでどこで適用するかって大体0でやります。でそうするとこれはグラフはここを通るんですか、1を通る、これ T 軸で Y 軸にしましょうか。こんな感じですね。いいですか。それで計算していくと F'T はこれも大丈夫ですよね。さっと1プラス T の事乗分の1って出ますか。1プラス T を微分すると1だから本当はここに1があるのね。いいですね。次はF'T はマイナス2が出てきて2割る1プラス T の3乗になりますか。ですから F0 は1ですし F'0 はマイナス1ですね。いいですか。で2階の定理を書くとT ノット0としますね。そうすると FT イコール F0 プラス F'0 のT マイナス0プラス2分の1の F2'C の T マイナス0の事乗ですね。これを満たす C が0と T の間に存在するわけ。ですからこれ書いていくと1プラス T 分の1っていうのが F01 ですか。 F'0 はマイナス1ですからマイナス T ですね。で F'C はだからここの2とここの2が消えまして1プラス C の3乗分の1のT の事乗ですね。ここが常用項ですね。でこれが正します。これを満たす C が0と1の間に存在するわけです。でケースは2つあってですから0と T の代償関係って2つありますね。でここにある場合はC が負の場合はここに C がありますね。それからT が負の、正の場合は C が正ですね。いずれにせよ1プラス C は正ですね。C はマイナス1より大きいわけですから。というわけで何がわかるかというと、ここ常用項はこれ正です。がわかります。というわけで、これ落とすと1プラス T 分の1は1マイナス T より大きい、ただし T ノット0ですよ。でそれでこれは簡単で言ってることは簡単でこれ傾きマイナス1ですね。こう接線が接ちょっと接するように見えないかもしれないけど、y イコール1マイナス t ですね。そしたら、だから、接点では、t イコール0では、等しいんですけど、接線がより上に、グラフがあるというわけです。いいですね。大体2階のテーラーの定理で出てくるのは、この形ですね。いいですか？接線より上に、グラフがあるという形の結果が出てきます。じゃあ次も同様なんですけど、そうすると2番目は
どうだろう。ft イコール、ログ1プラス t にしましょうか。で、そうすると、f ダッシュ t は、1プラス t 分の1ですね。本当はここに、1プラス t 分したら1をかけた方がいいんですけど、で、f2 ダッシュ t はさっき計算しましたけど、マイナス1プラス t の二乗分の1ですか。で、そうすると f0 は何ですか ?f0 は、ログ1でこれ0ですね。f ダッシュ0は、1ですね。まあ、というわけです。で、もう一回、二関テイラーの定理を書きますと、今の場合は、ft ノット0のとき、ft は、f0 プラス、f ダッシュ 0t マイナス0プラス2分の1の、f2 ダッシュ c の、t マイナス0の二乗、これを満たす、c が0と t の間に存在します。いいですか。で、これをちゃんと書くと、ft はログ1プラス t ですか。f0 は0だから書かないですね。f ダッシュ0は1で、だから t ですか。で、マイナスで2分の1の、1プラス c の二乗分の1の t の二乗になりますね。それで、t と0と c の大小関係は2通りあって、ちょっと言っとくけど、定義域、これ、t がマイナス1より大きいですね。いいですね。で、ちょっとグラフも書いとくと、これ、y 軸で、どうですか、こんな、じゃなくて、ちょっと待ってください。ここを通るのか、こんな感じかな。いいですか。そうすると、そのもう一回戻ると、0で、t が負の場合は、c が負ですね。で、t が正の場合は、c は正になりますね。まあ、それは関係なしに、まあ、いずれにせよ1プラス c は正で、まあ、というわけで、どうでもいいんですけど、乗用項に当たるここの部分は、負ですね。だから、落とすと大きくなって、ログの1プラス t は t より小さい、ただし t ノット0ですね。これが正します。t イコール0では、イコールですね。だから、グラフは、接線より下にあるというわけです。いいですね。それで、もう一つ何があるかな。で、じゃあもう一つやりましょうか。3番目は、ft イコール、ルート1プラス t にしましょうか。まあ、いろいろありますね。一般的にだから、ft イコール、1プラス t のアルファ上でやってみてください。なんでこれ。なんでこれ。ちょっとね、ペンシルの使い方あんまりよく分かってないんだな、実は。で、f't は、2分の1のルート1プラス t 分の1ですか。で、f2't は、マイナス2分の1乗なんで、マイナス4分の1になりますか。で、外1プラス t の2分の3乗分の1になりますか。で、f0 は1ですね。それから f ダッシュ0は2分の1ですね。でもう一回テイラーの定理書くと、もうワンパターンで
F0 プラス、t ノット0の時ですね。F0 プラス、なんだっけ。F ダッシュ0の t マイナス0プラス、2分の1の F2 ダッシュ0の、t マイナス0の字になります。そうすると、これ具体的に書くと、ルート1プラス t 分の1は1たす2分の 1t ですか。で、マイナス4分の1の、1プラス、正確にはこれを これを満たす C が、C はどこにあります？ここにあり、間違えた。悲惨。悲惨だね。こうですね。0と t の間に存在します。で、これをもう一回知っておくと、そうすると F ダッシュ C は、4分のマイナス4分の1の1プラス c の2分の3乗分の1の t の次乗というふうになります。それで何だっけ、マイナス1と0と t のと c の関係は、ここ、 t が負の場合は c ここにありますね。それから t が正の場合は、ここに c があります。これ t ですよ。いいですね。だからいずれにせよ、1プラス c は正ですよ。で、まあどうせ1、ルートに入ってるから、まあ、正なんですけど、それでそうすると、常用項は何かというと、ここね、ここを正ですね。負ですね。マイナス入れて。だから出てくるのは、t と1が違うときは、0です。ルート1プラス t は、1プラス2分の 1t を小さいって、ね、出てます。で、グラフはそうすると書くと、ここマイナス1ですね。で、そうすると、1の値、ここ取るのね。だからなんか、ここ白丸でこんなふうになるのね。それで、そうすると、接線こうなって、これが y イコール2分の 1t プラス1なのか。で、接線より、接点を除いてグラフは下にあります。それが、この不等式の意味ですね。いいですか。まあ、今まで見てきましたけど、大体は、その2回のテイラーの定理を使って得られるのは、まあ、基本的に、凹凸の話ですね。いいですね。まあ、じゃあ、これぐらいの具体例でも十分だと思いますので、じゃあ、パート2はここまでにしましょう。